NHK がスクープしたんですよ。スクープした、ね、で、それは本当に素晴らしい NHK の取材力だと思います。できちんとそれをクローズ現代、クローズアップ現代プラスで放映して、でその続編を作ろうとしたときに待ったがかかったと、こういう話ですね。で待ったをかけたのは誰かというと、当時の鈴木上級副社長、元総務事務次官で森下、当時の経営委員長代行の、まあ、お知り合いだった方が、ガバナンス上問題だと言って相談をなさったということです。でそれに呼応して、当時の森下代行が放映をストップしたんじゃないか、あるいは番組の中身に介入したんじゃないかという疑義が持たれているわけですよね。で経営委員会というのは番組の中身に介入しちゃいけないと、これは放送法違反になってしまいますから、そういう規律がちゃんとあるわけ、当然のことです。経営委員会は経営を見る委員会だから番組の中身は見ないということなんですが、それに森下代行が鈴木社長の世をもんばかって忖度をして、あるいは指示を受けて、そうした行動に出たんじゃないかと疑われているわけですね。言論報道機関としてはまさに危機じゃないですか。で今経営委員長になられましたね。そうしたもしそれがそうだとすれば、そうしたことをするような方が経営委員長に果たしてふさわしいのか、ね、鈴木さんは、鈴木上級副社長は元総務事務次官という、当時は、まあ、日本郵政、民間会社の方です。その方に言われて、忖度するようではですね、例えば大臣に何か言われたら、忖度してしまうんじゃ、例えばですよ、忖度してしまうんじゃないか。あるいは、総理に何か言われたら、忖度してしまうんじゃないか。非常に心配なんですよ。総理は、あの本の中でね、ご自分の本の中で、経営委員会を使って NHK をコントロールしようとしたとまで書いてるわけですからね。だからこれ、私、しつこくやってるんですけども、毎日新聞によれば、その議事録、公開されてない議事録の中で、森下当時の代行が、本当は郵政側が納得してないのは取材内容だと、こう言ったということが書かれていました。そして、それに基づいて、当時の上田会長を厳重注意にするわけですが、厳重注意にした経緯が全く議事録では公開されてないんですよね。森下代行、そういうふうに、当時、森下経営委員長、そういうふうにおっしゃったんですか、問題は取材内容だと、こういう発言されたんですか。参考に、森下日本放送協会経営委員会委員長。お答えいたします。その前に、先ほど委員がおっしゃった中に、だいぶ誤解がございますので、まずその点を先にお話しいたします。2018年、放送の話はですね、2018年4月に放送があって、その後にあります。それから発言の話でありますが、それはその手紙が来まして、その手紙の中にですね、SNS でこういう情報収集しているのは、ので誤解が問題じゃないかという話がありましたから、そういうことについて、私どもは経営委員会の中でいろいろ情報交換をした、意見交換したということでありまして、放送に関与したと、あるいは執行部に対してそういったことを言ったことでは全くありませんので、そこの誤解は解いていただきたいというのも、以上、お答えしました。奥野君。今、これね、お認めにならないんですけど、議事録を開けばはっきりするわけじゃないですか。ね、何が起こったか、議事録ははっきりしてないから介入したと、そういうふうに言われるわけですよ。議事録をはっきりすれば白黒つくじゃないですか。こんな過去、会長を注意するとよほどのことですよ。過去はもみいさんの時にね、注意したことがあります。あの時私も総務委員会でもみいさんとやってましたけど、あの時はむちゃくちゃ詳しい議事録が出たんですよ。本当に一言一句たがわぬ、それほどのことなんですよ。今経営委員長でいらっしゃいますよね。なぜ開示されないんですか。ご自分の発言が明らかになるのが嫌なんですか。参考人、森下日本放送協会経営委員会委員長。お答えいたします。基本的にですね、この議論は当時非公表ということで議論がされておりますので、私どもは非公表の前提でですね、意見交換しておりますので、これは非公表ということにしております。ただ、
この会長を注意したということについてはですね、重要な案件だということでありまして、議事の経過、これについてはどういう議論があったかということはすでに公表しております。それからそういった意味ではですね、議事録そのものは非公表という前提でありましたので、それ自身は出しておりませんが、どういう議論があったかということについてはすでに、議事の経過で、公表しておりますので、それを見ていただければどういう発言があったかも全部出ております。奥野君。いやこれ持ってますけど、誰が何言ったかもわからないし、ね、発言者も明確じゃないし、でこれについてはね、NHK の情報公開、個人情報保護審議会の方で改ざんだとまで言われてるわけですよ、ね、経営委員会がこれ判断する話じゃないんですよ。わざわざ第三者機関を NHK に設けて、そこで開示しなさいと、2度もですよ、2度も開示しろという答申が出てるわけです。でそれに対して NHK は尊重義務を負うわけですよね。でそもそも情報公開って都合の悪ければ黒塗りで原文変えることは許されないんだけれども、その情報公開しましたと言って文章を丸めてですね、全然違うものを作ったら、これ文章の改ざんじゃないですか。どういう認識で会長、いや会長ね、経営長やっておられるんですか。それで務まりますか、あなた。はい、森下経営委員長。お答えいたします。 NHK 情報公開個人情報保護審議委員会からの1度目の答申は、視聴者に対する十分な説明責任を果たすことが求められるという状況を勘案すると、議事録を速やかに開示することが必要という趣旨でございました。対象文書は先ほどお話ししましたように非公表でありまして、公表する形に整理精査されたものではありませんが、そういったことで、それ自体は非公表と、公表できないということで、経営会で議論をいたしました。ただし、答申の趣旨を尊重いたしまして、説明責任を果たせということでございましたので、改めて整理した上で公表したものであります。でこの件については、そういう形でですね、請求者に回答するときにその旨も伝えておりまして、改めて整理したものでありますよということを明示しております。ですから、こういった意味ではですね、私どもは改ざんという認識ではございません。なお、1度目はそういう形であったんですけど、今回2度目に、答申いただきましたので、まあ、その答申の中で、そういう概要では不十分だという指示がございました。まあ、そういった意味で、私どもは現在ですね、経営委員会で議論をしておりまして、まあ、3月1日に新しい委員も入りましたので、それについてはですね、しっかりと議論をしている最中でございます。以上、奥野君。その議論の経緯も全くね、議事録上明らかになってないわけですよ。集中審議とか言って、この議事録見ると分かるんですが、何にも書いてないんですよ。その議論の後付けもないんですよ。ここまで言われていて、ね、何もやらない、しかも尊重義務があるのに尊重しないって、会長に伺いたいんですが、これ、NHK が内定人なんですよ。NHK が答申を受けてるわけです。会長も当然 NHK ですから、会長としてこれ、どう思われますか。これ、NHK の信頼に関わることですよ。何が行われたかということをきちんと国民に明らかにしなきゃいけない。で、経営委員長はそれを拒んでるということなんですが、会長ですよ。会長としてどう指示されないんですか、公開を、開示を。参考に前田日本放送協会会長。お答え申し上げます。NHK 情報公開規定第21条では、NHK は審議委員会に申し上げます。今申し上げましたとおり、経営委員長がこの、答申を尊重すると言っておりますので、まあ、そこの結果を見たいと思います。尊重しないということであれば、別のことを考える必要があると思います。대륙간 탄도탄 장착용 주도탄 시험에서 완전 상명. 조선민주주의인민공화국 중무기 연구소 상명. 대륙간 탄도탄 장착용
조소탄 시원에서